ジョージ・ウィッシャート、ジョージ・ウィッシャートは、スコットランド宗教改革のプロテスタント殉教者で、ある。ルーフェン大学を卒業し、モントローズで教師としてギリシャ語新約聖書を教えていたが、1538年主教により、異端の権威をかけられたため、イングランドに逃れた。彼は、トマス・クランマー・ヒロツカサ教によっていくつかの発言を訂正した。 1539年から1540年にドイツとスイスを訪問したと言われている。1542年ケンブリッジに入った。1543年にスコットランド女王メアリー一世の問題のためスコットランドに帰国し、再びモントローズに戻った。1544年から巡回説教師としてスコットランドを巡った。この逸話は 彼のデシジョンノックスによって紹介されている。ノックスは、ウィシャートによって改心した。ウィシャートは、生命の危険にさらされながら、ローマ強硬性の誤りとその権力の乱用を、告発するメッセージをしていたが、ついに1545年12月ボスウェルの伯爵に、捕らえられ、1546年1月19日、エジンバラ城に移送された。 そこで、見せしめのための裁判を受け、1546年3月1日に、火炙りで処刑され殉教した。ジョン・ホックスとノックスは、5月29日の数奇教の、死は、ウィシャートの殉教の報いとしている。ウィシャートは1544年から1545年の、説教において、ジャン・カルバンとフルドリヒス・ヴィングリの信仰を、スコットランドに広めた。 彼は1536年に第一スイス信条を英語に翻訳した。そして、神門の時には国会が非席であることを否定し、信仰を持つクリスチャン全てが万人祭祀であることを主張し、ローマカトリックの教えを拒絶した。彼は、真の教会が、神の言葉が忠実に説教され、 二つの例点が正しく説教されるところであると宣言した。後の時代戦とアンドルーズにジョージ・ウィシャーとパトリック・ハミルトン宗教改革の殉教者を記念して殉教者記念碑が建てられた。ありがとうございます。